座れちゃいますね。そうですね、高さ的にもね、十分余裕があるので、はい、大人でも十分ね圧迫感なく寝れるんじゃないかなと思いますね。いや全然ないですよ、むしろなんかめっちゃいい、はい。皆さんこんにちは、カタリストリエナです。本日は新潟県の加藤太田さんのところにやってきております。そして野島さんです。今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、もうね、加藤モーターの野島さんには何回も出ていただいてるんですけども、はい、もう話し方がバッチリなので、今日もいろいろ教えてください。はい、よろしくお願いします。はい、で今回展示車両を制作中なんですけども、はいはい、制作中だけど大体できてきたから、ね、とりあえず見てもらおうということで、はい、人気なのでね、いっぱい作ってるんですよね。はい、そうですね、はい、でこちらオークサイド、オークサイドになりますね。の何ですか？これはもう本当にオークサイドっていう一番ベーシックな、ベーシックな、はい、モデルになります。で、はい、もう一つ動画を撮らせていただいてて、はい、オークサイドのロイヤルというバージョンもあるんですよね。そうですね。そちらはね、概要欄の方に貼っときますので、はい、よかったらご覧ください。はい、でこちらはベーシックなオークサイド、はい、オークサイドになりますね。ちょっとね、見比べていただくとどこが違うのかっていうのが分かるかなと思うように、はい、ちょっと説明していきたいと思います。はい、じゃあまずはやっぱり外観からいこうかなと思うんですけれども、はい、はい、オークサイドは母体の車両はこちらなんですか？ハイエースのスーパーロングになりますね。あ、じゃあ中は違うけど、はい、元々の車両は一緒、一緒です。はい、はい、でスーパーロングなので非常にね、はい、すっきりとしていて、はい、そして幅もしっかり大きくて、はい、高さがあって長さもあるっていうのが特徴です。はい、はい、そしてこちらはね、特に加工はしてないバージョンになっています。はい、でここで外部充電があります。ここから取り入れられます。今入ってないんですけど、通常はねここに加藤元さんのロゴが入ります、ね、きます。でね、今ここもねロゴ入ってないんですけど、オークサイドっていうね、通常ここにオークサイドっていうロゴはきます。はい、これはね今制作中なので、はい、ご容赦くださいませ。ということで、はい、でこのオークサイドはね、この助手席、あ、違う、運転席が、はい、まあ、向かって右手の方ですね、がこうポコッと大きく出てるっていうのが特徴になってます。かなりね前の方まで広がってるので、室内空間がこれだけね広く感じられるんじゃないかなと思います。はい、これ何加工っていうんでしたっけ？これはもう出窓加工ですね。はい、はい、でちゃんとここに加藤さんの毛と、ここにもね、お、ここでしたっけ、ここにも入ります。で入りますよね。はい、結構何回か拝見してるので、はい、だんだん馴染んできてます。はい、でオークサイドのここには大きな四角の窓もついていますし、はい、ここが運転席になってます。はい、で前なんですけども、はい、あ、これ珍しい、なんかついてますね。あ、これすいません、もう牽引フックですね、まだついてますね。へー、あの輸送の段階でこれがついてきますね。あ、そうなんですね。はい、初めて拝見しました。そうですね。そうなんだ、面白い。はい、で通常はあちらにね加藤さんの K のロゴが入るようになっております。はい、じゃあ一回あの運転席を拝見してみましょう。はい、はい、じゃあちょっと開けさせていただきます。はい、こんな感じで今もう倒れているんですけども、はい、これが、まあ、タイ座加工をねされた、座席になりますね。でリビングルームとしてもちょっとした形で使えますよ、はい、っていう形になってますね。はい、はい、そしてねこのクッションシートも、これな、シートカバーでいいんですか？こちらはねあのタイズ加工してるんで、こう縫い込んでありますので。あ、縫い込んであるんですね。はい、おー、じゃあ縫い込んである、すごいな、縫い込むんだ、わお。はい、ということでこちらもいろんな生地を選べるようになっております。そうですね、はい、で中のねあの模様と揃えることができるっていうところが非常にいいと思います。はい、みるみるランド野島さん、はい、はい、お願いします。はい、じゃあこちらオープンします。はい、オープン、オープン、着いた。このねオークサイドはキャプテンシートなんですよ。そうですね、でさっきね、ま、ロイヤルも乗せてもらったんですけど、はい、ちょっと座り心地を、はい、どうぞ、座り心地をよろしいでしょうか？はい、やった。やっぱりあのね、ここの座り心地はどっちも同じ、はい、等しくいいです。はい、特
にね違いっていうのはなくてどっちもいいです、はい、左がここの下の足の下のところですね、オットマンが出る、はい、オットマン、はい、出てこっちが、はい、リクライニングになりますね。そしてかなり寝やすいのでこのままお休みいただけます。かなりフラットですよね。そうですね、こちらでもね寝ることができる、まあ、まったりにはならないんですけど結構フラットなのでここでも寝れるんじゃないかなと思います。最高です、はい、お昼寝したい。あと仮眠の時とかもいいですよね。あ、いいですね、はい、でこれもさっき教えてもらったんですけどちょっとね濡れちゃってもさっと拭けるような素材になってて、はいはい、そうですね、しかもねツヤっとしてるから非常にね触り心地に高級感があっていいです、はい、で先ほどのねオークサイドもまだ作りかけだったのでついてなかったんですけど、こちらですね、一応跳ね上げ式のこういうテーブルがついてますね。ついてるんですよ、はい、だからここでねちょっとパソコンやったりとか、はい、お弁当食べたりとか本読んだりとかここの読書灯をこうやって使って好きなことができると、はい、これはまたね非常にいいです。これ読書灯は上で操作できるんですか？上で、はい、あのライトの上のところにスイッチがあるんで、はい、そちらでスイッチ、ここで好きなように操作ができるってことですね。はい、ありがとうございます。なのでちょっとしたリビングスペースとしてもしっかり使えます、はい、で今ねついてないんですけどここにちゃんとあの加工してこれからカーテンも来るので、はい、しっかりあのプライベートスペースを確保できます、はい、でさっきね言い忘れちゃったんですけどここねセンターコンソールもやっぱりハイエースのスーパーロングなのでかなり大きく取ってあります。 広めのものになってます。はい、では次行ってみましょう。はい、ではね奥の方行きます、はい、あー L 字も良かったけど今回はこのストレートタイプですね。ストレートタイプの I タイプもいいですね、はい、ね、はい、あ、これは迷うな、うん、どっちもいいですよね。そうですね、こちらはこちらでこうウォークするみたいな感じで後ろまで行きますからね。そう、結構ね広いんですよ。それで結構いいかなと思いますね。そう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 、これ何ですか？それはあの、まあ、ちょっと車検の関係で高さを稼ぐ160cmですね、はい、ここにシンクがあるので、はい、床で160センチ取るような取れるような場所ですね。場所になってます。よくあるパターンですね。固定されてない大丈夫です、今制作中です、はいはい、制作中です、ね、あのちゃんとしたものでちゃんとつきますので、はいはい、お安心ください。ここね大きなシンクがあります、はい、ついてますね、はい、なのでここでちゃんと洗い物はできるんですけど、はい、さっきの L 字のね、はい、方の何でしたっけ、ロイヤルの方にはシンクだけじゃないんですよ、ガスが、コンロが、そうですね、ガスがついてたんです。あれびっくりしました。でもねあれはなかなかないということで、はい、やっぱりね、あの二口コンロついちゃうとかなりここの場所取っちゃうからこっちに出てきちゃうんですよね、うん、そうですね、っていうのもあってこちらのスタンダードには、はい、コンパクトの方がついているということですね、はい、非常にツヤツヤして手触りがいいです、はい、でここにもねちょっとした引き出しがあってかなり入りますね。カトラリーとかも入れられそうです。でこちらも引き出し、あ、こちらもっと大きな引き出しですね、はい、あ、そういうことですね。ここの幅なのか、ここの幅なのかってことですね。幅によってちょっとね、奥行きが変わってますね。すごい。そう、しっかりした、はい、形になってて、でね、ちょっとゆきさんからだと見えないかな。冷蔵庫ですね。冷蔵庫がですね、ここにあるんですよ。はいはい、これ何リッターの冷蔵庫ですね。これも、40リッタータイプの冷蔵庫になりますね。はい、なので、しっかりね、はい、ここに大きなペットボトル縦に入って、はい、でこっちからは冷凍庫の、ね、機能を使えるような形になっているので、はい、バッチリですね、はい、でこういうところにも何気にね綺麗なあの模様が貼ってあって、はい、これとお揃いになってるんですよ。そうですね、はい、で別にそこしなくてもいいのに、はい、わざわざねこれとお揃いでしてるってところにすごいおしゃれ感を感じて、ものづくりにこだわりを感じます。で目の前のところですよ、見てください、この収納ですね。ででんと、あ、こちらもそうですね、あのティッシュがこうね取れるスペースになってますね。はい、ここねピョンってこう出てきたティッシュをこうやって、はい、ズボってズボって取れるようになってるから、はい、それ専用のスペースが今作られております、はい、こういうの嬉しいですね、はい、はい、すごい収納あるな。ここはねやっぱりロイヤルと同じ形になってますね。そうですね、同じですね、はい、
であとは気になるのはこのマットは何ですか。そうですね、これが2段ベッドのマットになりますので、こちらの、ね、キッチンの上と、はい、まあ、ソファーのところですね、渡してあげることによって、はい、2段ベッドになりますね。完成すると、で後でちょっと見せていただこうと思います。はい、ですね、すいません、机はなかったんでしたっけ。机はですね、これはですね、こっちにねあるのかな、忘れちゃいましたね。ちょっとどっちだっけと思って。あるんでしょうけど、結構ねお客さんのこうご要望に合わせて大きさだったりとかしてたと思います。あ、そういうことなんですね。多分ね展示車なんで、ね、あんまり乗っけてないのかもしれないです。要はちょっと行き来に邪魔になるんで。あ、確かにそうですね、はい。お客さんが見るのに邪魔になりますもんね。なんでここはね、わざと今は置いてないけど、ね、まあ要望によってつけてる。はい、そうですね。はい、わかりました。見る見るランド。じゃあベッド展開は、はい、まあ、下のベッドは結構、まあ、シンプルで簡単ですね。座席の座面をこう引っ張り出して、よいしょ、くっつけて、まあ、背もたれをこうはめ込んじゃいます。よいしょと、おお、そうですね、でこんな形でよいしょ引っ張って、よいしょよいしょ。あ、なんか早くて簡単でいいですね。こちらね、そうですね、あっという間に面倒な操作なくなりますね。なりますね。はい、でこちらで、まあ、長さ的には1メーター80ちょっとありますので、はい、大人がこう寝れるようなベッドになります。おー、であとは、はい、こちらの2段ベッドですね、はい、こちらの方はよいしょ、このあ、そう外れる。そうですね、こちらがまあ2段ベッドのこうなんていうかな、支えですねなっているので、マット自体をこうちょっと外していただいて、はい、でよいしょ、この3枚をよいしょと1枚ずつよいしょとよいしょ、敷いていただくっていう形ですね。よいしょ、ここに1枚よいしょ、よいしょ、お、ぴったり。そうですね、であとはよいしょ、ここととこちらで、でこうやってよいしょと、よいしょ、あ、パズルだ。そうですね、ちょっとこんな形ですごい、こう横に寝るようなベッドになりますね。あ、いいですね。はい、こんな形、ちなみに、はい、その一番長いところだと横で寝る方は何？そうですね、これだとだいたい1メーター80ぐらいは、あ、そんなにあるんですか？一応確保できますね。じゃあ大人でもこっち側だったら寝れちゃうってことですね。はい、一応そうですね、はい、こちらが大人もね、十分寝れるスペースになりますね。すごい、すごい。あ、で今野島さんが座っていらっしゃるところの横幅って、はい、横幅は、ね、1メーター、まあ、この下まで入れると1メーター20ぐらい、あ、あるんですね、幅がありますね。オークサイドのロイヤルと比べてどうですか。あ、ロイヤルと比べて下のこのベッドは一応、ね、はい、同じは一緒なんですね。はい、一緒なんですね。そうなんですね、はい、で上にそういう風に、こういう風に、もともとですか、オプションなんですか。これはね、もともとついてる、2段ベッドになりますね。もともと2段ベッドもついてるのがオフサイドだったんですか。はい、はい、ありますね。なる、いや今までちょっと、はい、うん、なかなかですね、ちょっといろんなレイアウトがあるんで、はい、どうぞ。すいません、お邪魔します。はい、わー、すごい、ね、素敵で、やっぱりハイエースのスーパーロングなので座れちゃう、2段ベッドの2段目にいても、はい、座れちゃいますね。そうですね、高さ的にもね、十分余裕があるので、はい、大人でも十分ね、圧迫感なく寝れるんじゃないかなと思いますね。いや、全然ないですよ、むしろなんかめっちゃいい、はい、ね、すっごい。で今寝たらね、ここのね、ネジが止めかけたってことが分かりましたね。制作中、制作中なので、皆さん、あの、そういうところあってもこの車制作中なので許してください。いやでもかなり余裕で寝れるので、はい、大人3人4人行けますね。そうです、3人は、はい、楽に行けるんじゃないかなと思いますね。楽に行けるということが分かりました。でちゃんとね、こういうところにもカーテンも来ますし、はい、本当に窓枠のところにもカーテンも来るので、しっかりプライベート空間を保ったまま楽しく過ごすことができますね。はい、はあ、素晴らしいな。いや、ここでまさか大人が座れると思わなかったです。はい、これちょっと驚きですね。
2段ベッドのも多分オークサイドなかなかね、はい、展示会とかだとやることも少ないかなと思うので、ないですかね、はい、貴重なのを見させていただいて、しかもここにちゃんと住所があるから、はい、あのいつでもなんだろう、しまっておけて、ね、そう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 、邪魔にならないところが魅力的ですね、はい、あとやっぱりこれですね、すごいだって綺麗なライトがついているの で、ね、はい、雰囲気がねめちゃくちゃいいし、ここにエキさんの好きな間接照明もしっかり入ってますし、はい、もう本当に優しい空間になってます、はい、みるみるランド、よし、はい、後ろにやってきました。でね、来たらここに棚が ね、 棚ですね、ありますね、はい、さっき の、 あのロイヤルの方にはこれ棚はなかったんです、ね、はい、なかったんですけども、ここがちょっとした違いになっているのと、はい、ここはね、じゃじゃん、収納ですね、収納奥までね、かなり長物が入るような形になってます、はい、で、この真ん中にも入れられるって感じですよね、はい、まあ、展開するときに邪魔にならないという、はい、はい、そしてここが、はい、タンクですね、タンク20リットルのタンクが清水と排水で1個ずつついております。でだからね、結構ここを展開した後も、はい、ロイヤルよりここの荷室が広くないんですか？広いんですね、ね、荷室を多く取りたい方はこっちのサイズの方がいいかもしれないですね、はい、あとね、ちょっと一個言い忘れちゃったので、はい、ついてきてもらってよろしいでしょうか、はい、はい、こちらなんですけど、こちらにね、電源のところがありまして、こちら加藤モーターさんオリジナルでね、つけてる電源なので、本当にお部屋にマッチするように設計されてます。はい、こういうところもね、すごくよくって、加藤元さんにいろいろ、はい、そう相談するといろいろつけてくれることが分かります。はい、はい、じゃあ、はい、こちらの多くは、はい、どなた向けですかね。さっきのロイヤルとも違う、いっていうか、う、ね、ロイヤルだっ、こちらはもう本当に中で寝泊まりをするのよりゆったりと移動したいっていう方が多いので、割とファミリー向けでも、まあ、あのちっちゃいお子さんというよりはある程度大きくなったお子さんがいらっしゃるようなご家庭が買われることが多いかもしれないですね。あ、そういった違いがあるんですね、うん、はい、いやそこら辺もね、はい、あの実は奥にもいろんなタイプがあるよってことが分かってきたので、はい、買うときにはぜひご相談してみてください。そうですね、ご相談いただければと思います。はい、今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。